国貴族。1900年6月15日に、法律家、政治家のモリス男爵、マイケル・モリスがジョイされたことに始まる。初代キラニン男爵マイケル・モリス放送家、マイケル・モリスは、1887年から1889年まで、アイルランド高等法院主席判事を、 1889年から1900年まで、上人上祖貴族を務めた人物である。彼は1885年9月14日に、連合王国順断尺くらいの、順断尺を授けられた。彼はさらに上人上祖貴族への任命に伴って、1876年上祖管轄憲法に、基づく一大貴族として、ゴールウェイ県スピッドオールのモリス段尺に除された。 また、キラニンは、公職引退に際して、1900年に、連合王国貴族の、ゴールウェイ県における、ゴールウェイのキラニン男爵を与えられたが、これが、キラニン男爵家の行使となった。1901年に、初代男爵が死去するとモリス男爵位は廃絶したが、残る爵位を、長男マーティンが相続した。2代男爵マーティンは、 ゴールウェイバラ選挙区選出の保守党所属庶民委員議員を務めた人物である。彼は就職によって貴族院に移り、後に最後のゴールウェイ検討官となっている。マーティンは生涯未婚であったため、爵位はその老いのマイケルが継承した。三代男爵マイケルはアイルランドオリンピック委員会会長やアイルランド代表国際オリンピック委員会委員を経て、 1972年から1980年まで国際オリンピック委員会会長を務めた。彼の後はその息子レドモンドが社区を襲った。四代男爵レドモンドは映画プロデューサーとして活動しており、彼がキラニン男爵加減党主である。社区と一族に係るモットーは神と共にあるならば誰が我らに反対しようか。現党主である第四代。 キラニン男爵レッド・モリスは、以下の爵位を呼び、順段爵位を有する。ナンバー27202。ザ・ロンドン・ガゼット 1512900P3751ABCDEFGHI、キロニン、バロン。wwww.cracroftspeerage.co.uk.2020 年6月21日閲覧。 abcdfgarser e gm, ヘジルリッジリブレット s, ペーラゲアンドタイトルズオブコーテシーインウィッチーズインクルーデッドフルインフォメーションリスペクティングザコラテラルブランチーズオブピアーズ、プリビカウンセラーズ、ローズオブセッション。エトセトラ、ウェルズリーカレッジライブラリー、ロンドン、ディーン、P516、http アーカイブ、org、ディテールズ、 ティブレッツェピリゼットレイレイうんせ、ページ516、ナンバー25511、ザ・ロンドンガゼット15セプテンバー1885、P4334、2020年5月30日、閲覧。ナンバー25999、ザ・ロンドンガゼット6ディセンバー1889、P7014、2020年6月21日、閲覧。 ナンバー二万七千二百二ザ・ロンドンガゼット十五十二千九百 p 三千七百五十一二千二十年六月二十一日閲覧トム・ S ス・アイリッシュ・フーズ・フーダブリンアレクサンドル・トム・アンド・サン・リミテッド p 百二十六 https コロンスラッシュスラッシュ n ヌドッ wiki s o u r c e org スラッシュウキスラッシュトム・エアイリッシュ・フーズ フー、キロニン、バロンハット、オリンピックレビュー、LA84。ファンデーション N59、355、httpww.na84、ファンデーション、org、オリンピックインフォメーションセンター、オリンピックレビュー、1972、オレ59、オレ 59cpdf、レッドモンドモリス。 IMDb 2020年6月21日閲覧ありがとうございます。